ここで阪神と巨人の90周年のロゴを比較しよう。阪神、巨人。阪神のクオリティが高すぎるな。90周年か、すごい歴史ある球団だよね。巨人と阪神のデザインは対照的だけど、巨人はシンプルの良さで、阪神は凝ってる感じのかっこよさだよね。阪神のセンスすごいな。これは優勝する伏線かもな。巨人は100周年になると多分一気にかっこよくしてくるでしょう。硬派なのが巨人らしさ出ててよくないか。一応球団の指針としては派手さは控えめな気するし、高級ブランド感あって巨人の方が好き。シンプルすぎるし、これ5分で作ったろ感半端ないな。現代向けは阪神だけど巨人のことだし、伝統っぽさが残ってていいと思うけどな。意外と不評だったんか。再び阪神優勝してくれ。来年で90周年なんだな。巨人阪神はやはり伝統あるチームだし、巨人と阪神で争うシーズンが一番面白いのは間違いないよな。阪神のデザインすごいな。虎を出しつつ90も際立たせ、バランスが完璧。巨人のポリシーは紳士さだから、これはこれで素敵。デザインに答えはないからあれだけど、大衆に受けたいならド派手の方がいい。でもシンプルさを理解できる人はデザインに対してある程度分かっている人だと思う。ロゴとか正直どうでもいいわ。90周年おめでとうでいいんじゃね。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。